くるくるくる、たらいまひろです。今日は女子だけの悩み。あんまり男の子の皆さんはわかるわかるってならないと思うんですけど、うん、なるほどってなって、ちょっと少しでも女の子の生態を知ってもらえればいいなと思います。もしかしたら私だけの悩みもあるかもしれないです。全ての女の子に当てはまるわけではないと思うんですけれども、ご了承ください。いろいろね、なんだろう、悩みあると思うんですよ。日常生活の悩みとか、エッチな悩みとか。一番はやっぱ、生理ですよね、多分。男の人は絶対わからないと思うんですよ。生理だからイライラしてるとか、生理だからやっぱ今日いけないとか、生理だから優しくしてよとか、なんかあると思うんですよ。生理なんだから分かってよみたいな。いやもうほんとそうなんですよね、マジで。実は、生理にも、PMS っていう、なんか体に起こる、なんていうの、お腹痛いとか、腰がだるいとか、いう症状と、PMDD っていう、それがなんか精神的な方の悩み。なんか2種類あるんですよ。で、私はどちらかといえば、PMDD の方が大きくて、もう家族にめちゃくちゃ当たっちゃってたんですよ、学生の頃とか。まあいいよ、当たってとか言ってたんで、すぐ生理でしょとか言われたんですけど、生理でしょって言われたら言われたでムカつくんですよ。そうだけど何ってなるんですよ。まあすごい、これはね、女性がうまく付き合っていかなきゃいけないものだと思うんですけど、多少男性も理解してくれたら嬉しいなっていうものがあって、でもね、正直ね、無理ですよ、理解するの。当たられてもらうしかない。例えば、その、食事の日があったとして、うん、そこに重なっちゃった時に、どれくらい嫌なのかとかって、うん。何日目かによることもあるんですよ。なった2日目、3日目が、2日目が特に一番重いんですよ。でも結構大人になると、2週間前とか1ヶ月前とかにね、ご飯の予定決めたりするじゃないですか。難しいですよね、女性の方って。でも、基本的には、周期が決まってるので、不正出血とかもあるんですけど、そういうのがなければ、大体のなる日は予測できるので、それに合わせるとか、腹痛とかは、痛み止め飲んだりとか、こまめにナプキン変えるとかで、なんとか、出れるは出れると思います。ただね、プールとか海とか温泉とか水に入る予定はちょっと自分は良くても他の人は多分嫌じゃないですか、衛生面で、うん、だからそういう予定はすごい困っちゃいますけど。食べ物の種類とかになります？肉系かパスタ系かとか。え、全然ないですよ、それは。大丈夫大丈夫ですよ。めっちゃ可愛いじゃないですか、その悩み。ただなんかビュッフェは大変かもしれないですよね。あの、立ったり座ったり立ったり座ったりとか。これはね、女性がうまく付き合っていかなきゃいけない問題だと思うんですけど。なんで、なんか私はピルを飲んでるんですよ。PMDD っていうちょっと精神的に不安定になりやすい、すごいイライラしちゃうんで。これも女の子特有の悩みだと思うんですけど、ピルをその生理のために飲んでるからって、エッチで、もうつけなくていいって思われるのすごい女の子悩むと思うんですよね。別に避妊のために飲んでるわけじゃなくて、自分の生理のために飲んでるのにもうつけてくれないみたいな。あれってでも一応避妊にはできるようになりますよね。はい。でもちょっとなんか 100% ではないじゃないですか、何事も。怖いなっていうのはあると思うので、なんか別にピル飲んでんだからいいじゃんみたいな軽く言われたりするのすごい嫌だと思います。じゃあ女の子の負担大きいですよね、ピルって。ピル、そうですね。体に合う合わないすごいあるみたいで、一回でも飲み忘れちゃうとすごいリズム狂っちゃうし、毎日毎日飲まなきゃいけない、大変。最近ネットで見かけたんですけど、なんか巨乳の方の悩みみたいで、おっぱいが大きいから服を着るとなんかお腹のところも膨れて見えて、なんか妊婦さんみたいに見えちゃうで悩みがあるみたいなんですけど、でもだからといって逆にピチッとしたような服を着ると強調してるとか自信ありげとか、そう思われちゃうのがすごい悩みだって書いてあって、確かにそうだよなと思いました。あれ、そういう悩みとかないですか？私はなんか骨格っていうのがあるみたいなんですけど、よくわかんないんですよ。いや、わかんないことが悩みですね。美容女子の皆さんに教えてもらいたい。あと悩み、写真嫌いな子とかいるんじゃないかな。なんか女の子はディズニー行ったら絶対写真撮るし、写真のために何かするってあるんですよ。なんかそれが苦手な子実はいるんじゃないかなって。私はなんだろう、写真好きだけど、確か学生時代の時に写真撮られるの嫌いな子いて、なんかみんなで撮ろうよみたいな、ラフな感じで、もう私嫌だみたいな感じの子いたので、今なんて SNS すごい普及してて、それ悩んでる子いるんじゃないかなって思います。お手洗いとか、スカートを下に下ろすか上げるかとかありませんか？タイプによりますね。
キュロットタイプっていうか、スカートの中にズボンがついてるタイプもあるんですよ。その場合はスカートは下に下ろす、ズボンも下に下ろす。で、女の子めっちゃトイレ長いじゃないですか。服は大変なんですよ。特にね、冬が戦いですね。アウター脱いで、カバン置いて、みたいな。あとなんか、後ろのチャックが、とか。男の人で後ろのチャック歩くとかなくないですか？なかなか。ズボンタイプの後ろの上までチャックとかだったら、最悪なんですよ。上げらんないから、上から脱いで、みたいな。あとトイレの入り口も並ぶけど、中で手洗うとこも並ぶんですよ。メイク台の鏡だけの場所と手洗う場所別になってればいいんですけど、ディズニーとかそうなんですけど、鏡と手洗い場が一緒だとそこでちょっとお直しとかする女の子がいるので、並んだりしますね、中でも。2回並ばないといけないです、トイレは。今なんてマスクだから、やっぱトイレの時ぐらいしか直せないじゃないですか。大変だと思います。皆さん、いかがでしたか？女の子のわかるわかるや、男性のそうなんだなど、コメントお待ちしています。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ただいまひろでした。バイバーイ。